おはようこんにちは、メリです。今回もラフィーネ使っていきます。で、ゼロ次元に行くわけじゃないです。はい。僕は気候上に行きます。皆さんはね、ゼロ次元でこう世間が賑わってるかなと思いますけども、今回はね、ちょっとリクエストいただいていたので、こっちを優先します。気候上に、ラフィーネで行きたいです。ラフィーネの編成を教えてください。で、まあ、ゴリゴリのガチガチの編成で組んでも、それはまあ勝てるんですよ。ってなった時に、じゃあ、まあ、ラフィーネっていうね、強いリーダーがいるので、自陣に、期間限定キャラもコラボキャラクターもすべて抜いて、まあ入るのはフェス限とその辺のモンポ購入のキャラみたいな、まあそういう感じで行ってみようかなと思います。はい、まずラフィーネにはファガンの武器をアシストしております。無効貫通潜在で、アテン君の方にはカーリーの懐中時計をつけております。暗闇耐性とバインド、指がねこれで一人で5秒分ありますからね、めちゃくちゃいいでしょう。で、ジルレガートの木の方、覚醒無効解除薬、十字消しをつけて暗闇目覚め対策と遅延に振って、上にはハマルの武器で、ダメージ吸収対策をしております。なダメージ吸収2ターンできれば何でもいいです。で、アテナの方にはシェアトをつけることによって、まあ、覚醒無効解除をやりながらの 2way5 個で 2way1 個組んであげれば5ターン消せない解除を作る、消せますと、解除できますと。で、ソフィー、ダメージ半減要因でありながらの、あとは属性吸収潜在をつけることによって13階層のゴルケイスオスゴルフェイスの属性吸収対策、こいつの副属性と絶対吸収されないラフィーネの火の副属性で抜いていくと。で、上にはファガン武器つけてますけど、ここは毒2個と暗闇1個であれば何でもいいかなって思います。フレンド枠はちょっとコラボ使わせてください。 L 字欲しかったのでミラボリアスで耐性埋めしております。ということでいきましょう。はい、ということで1階層、まずはね、気候上のことを多分あんまり知らない人のリクエストだと思うので、まあその人に分かるように言っていきたいかなと思います。ただまあ全員の敵の立ち回り言っていくとねちょっとしんどいんで、まあ出た敵を言っていこうかなと思いますけど、じゃあまず闇のカーバンクルターゲットで、ラフィーネ変身のアテナはね、まだ打たずいきましょうか。ここでなるべくちょっとでも多く耐久したいので色だけ決めていきます。とりあえず2回ぐらい攻撃受けてからの、アテナの遅延打っていくような感じでいいんじゃないかなと思います。で、ソフィーのファガンはね、次で溜まったらね、次打っちゃってください。はい、じゃあここでソフィーを打ってもらって、で、アテナも使っていきましょう。で、また色決めていきます。で、操作負荷とか雲高の話をしたいんだけど、まず操作負荷に関してはこの1階層でしか来ないです。なのでなくても何ら問題はないのと、雲に関しても正直我慢できるレベルの雲攻撃しか来ないです。1箇所とか2箇所しかされません。そんななんか横一列全部雲みたいな、そんなことされないので、まあ基本的にあんまり気にしなくてもいいかなと思います。そこの対策は気にしてほしいのは、やっぱり毒とかお邪魔とかその辺の方を大事にしてもらった方がいいんじゃないかなと。あー待って、ツーウェイ組んじゃった。ツー、あーよかった、なんか全体になったわ。ツーウェイはねめちゃ、あーでもあーすごい、あーらららあらららって感じあらららららって感じですね。ちょっと修羅の限界波動か。はい、もうちょっと耐えたかったけど早めの突破になっちゃいました。じゃあとりあえず突破しまして、2階層の大賀階層いきましょう。で、オーガ階層は操作時間と回復力縮められちゃいますので、ここでね、ソフィーが必ず溜まっておく必要があります。なので、あっこのファガンとかはまあ早めに打つとか、ソフィーのまま最初の方に打つとかしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあここも、またね、ちょっとスキルチャージを活かしながら、少し耐久チックな感じでいきたいかなと思います。ヒップ。じゃあまず削りまして、これはいい感じかもしれん。真ん中を残せることができれば結構耐久効くので、これ全力で削れますね。これもう両側抜いちゃっていいわ。 OK で、修羅の波動で起こるので、で、なおかつこっちも溜まったんで打ちまして、で、相手2ターン脇なので一旦待ってからの突破でいきましょう。で、こっから先はねもう色決め損ねが許されないので、そこは気をつけなきゃいけない。オッケー、じゃあ突破しまして、次3階層暗闇目覚めと消せない状態やってこられますので、あと属性吸収ね、まあ、属性吸収は何でもいいですわ、何吸収されても問題ないので、十字プラス 2way1 個、まあ、組めるようであれば初っ端から組んでいけばいいんじゃないかなと思います。難しければまずは 2way 優先ですね。
組んでもらって、で必ず消せない状態の色は縦ね、縦に組みます。はい、これはねめっちゃ大事。縦に組むことによって事故らないので、まあこれは大事かなーって。 2way 組んでなかったわ、ちょっと待ってよ。おい 2way を組むって言ったのにさ、 2way を組んでなかったわ。はい、待って、水決まってなかった。もうガッバガバだったね今、ごめんね。もうちょっとうまく組んでください。なんかいろいろ俺 2way 組んでないやんって思って焦っちゃったね。まあ運も実力のうちですからね。はい、ということでラフィーネはここで打ちたい気持ちはグッと我慢します。なんでかっていうと、次の階層でねルーレットやってくる敵があるので、まあ火水木光闇回復決めてあげればいいかな。なんでまあ次で打ってあげたらいいかなと思います。ただね、次で打つことのデメリットもあってですね、76番目にされた状態で打つと外周にルーレットを作る可能性があるんですよね。お、今回光の魔剣士出てきましたね。なのでちょっとそれはめんどい。まあいいけどね。はい、じゃ あここに関してはまずはシェア等の武器を使って覚醒無効解除で、そっからのラフィーネを打ってルーレット。ああ、そうそう、そういうことをするからね。そういうことをすることですね。盤面が縮まった時にルーレットなくなっちゃうんですよね。まあこういうことがあるよっていうデメリットがありますんで、まあ紹介してくれたんですね、ありがたいですね。まあまあいいでしょう、許してあげましょうね。はい、じゃあ突破して、で次5階層を攻撃ダウン食らうので、ここはねソフィーで返したらいいかなと思います。うん、いいよ、ソフィー打ちましょう。はい、じゃあとりあえずこれで真ん中ワンパンの、ちょっとルーレットなくなっちゃうよーって感じ。ルーレットなくなっちゃうよー。色は、火ある、水ある、木ある、光ある、回復ないのか。まあ打ちましょうね。じゃあこれ突破していきます。で6階層、じゃあここに関してはとりあえずはまあアワリンでもターゲットしてもらって、まあターゲットしなくても多分抜けるんですけど、 2way をね2つ必ず組んであげてください。はい、こんなもんでいいですかね。 OK でしょう。じゃあアワリンは抜けますね。でここでジルレガートの上のメテオチャージアリエスでダメージ吸収対策してもらって、で抜いていきましょう。はい、じゃあここは2パンで突破していきます。お邪魔ドロップなんですが、必ず10階層までには全て消し切っとかないと雨の皆かぬしが、無言パンチやってきますので、結構強いです、あの無言パンチ。耐えれるのかどうかちょっとね計算しないんで分かんないんですが、もしかしたら耐えれるかもしれない。で今回リーダーチェンジはアテナになりました。まあ、ここはね、安心と安全のソフィー打ってもらえればいいかなと思いますので、まあ、ソフィー打っちゃっていいかな。打っちゃっていいでしょ。ソフィー打ちまーす。あ、待って、順番俺ミスったね。ソフィー打ってからあれ打った方がよかったわ。もうめっちゃミスった。今バカやりましたね。はい、こんなことしないように気をつけてください。操作時間がね、一旦しか伸びません、おかげさまで。こんなもんですかね。火、水、木、光、闇、回復で大丈夫だと思います。まあ回復力も上げてるし、まあ闇の四国石1個につきるうんぬんかんぬん書いてあるけど、まあ問題ない。で1100万固定あるんでワンパン。はい、はい、じゃあ8階層、今回出てきたのはミネルバーさんですね。パールが出てきた場合は一発削って、アテンの上のカーリの陣で回復花火は取り戻して倒すみたいな、まあそういう流れがいいかなと思います。ミネルバーさんはまあこれも結局は L 字を決めながらの全力パンチ、 L 字持ってるのがフレンド枠、ヒット闇なので操作時間13秒、まあなんとかなるっしょ。光だけないからちょっと光かっぽじってからいこっか。まあこんなもんでいいんじゃないかな。火水火光闇回復で火は L 字、とりあえずちょっと半分超えまで持っていきたいねーって感じ。うん、ワンパンしちゃいましたねーって感じ。ワンパンしちゃったねーみたいな感じですけど、めちゃ柔らかかったな。はい、じゃあアンドロメダ、まあ、リーダースキルがもう闇当てのが強すぎますね。ワンパンしましょうか。じゃあ
ここもちょっと俺がソフィーを先打ちしてしまったがためにこうなってるんですが、まあ問題なくこれでいいかな。火水木光闇回復の水は闇は2ウェイ、多分火力とんでもないんでもう普通に抜けます。さよならって感じで OK。で10階層バルディンが来れば76番目になるんですけど、来ましたね。覚醒向こうはジルデガタで解除していきます。アテナのスキルは置いとった方がいいかも。12階層でアルバート来るかもしんないから、じゃあここは覚醒向こう解除します。でじゃあちょっとラフィネでね操作時間取り戻して、光全然ないっすね。ここもね、なんだったらワンパンいけそうな気がプンプンしてるんですけどね。さあワンパンでいけんじゃないの。はい強い、素晴らしい、すげえ火力やば。バルディンワンパンって、あいつ結構硬いですからね。バルディン11階層、こいつはね操作時間短縮10ターンとかなんかその辺だと思います。まあアテンの上のねこれをカーリー打ってもいいし、ラフィーネのこれ打ってもいいし、どっちでもいいんだけど、どうする。まあ、盤面変換ね来る可能性があるので、例えば次千里とか来るので、まあ、こっちで対応していきましょうか。まあ、こういう時のためのラフィーネだね。はい、ということでこいつもどうせワンパンです。こんなもんですかね。火水木光闇回復大丈夫だと思います。10万 HP 固定は我々にとってはプラスですよ。増えてますから。はい、もう余裕でーす。さよならーって感じ。もう飛行場めっちゃ柔らけ。はい、じゃあ12回センリオア・アルバート・オア・フェンデル・ベゾアみたいな。こいつもワンパンいくかもしれん。じゃあ覚醒向こうはスターウェイバークは、うん、使っちゃっていいと思います。使っちゃって、でちょっと暗闇やられてるので、十字消し1個組んじゃいましょうか。まあこんなもんでいいかな。火水木光闇回復 OK だと思います。なんか下手したら発狂ゾーン行きそうで怖いよな。発狂で止まられるのは、もう倒すんなら倒してねって感じ。あー強い、あーやばいわこれ。あーすーごいねって感じ。もう全員ワンパンしちゃうんだもんだって。わ、ラファエルありがとう。これ属性吸収来てもね大丈夫ですよ。ソフィーの副属性とかで抜けるんで。もうね、今までの敵を見てよ、もうどんな顔で立ってるんやろな、ラファエル。もう、ひよってるだろうな。抜かれる、抜かれるよーって思ってるよ。絶対こんなの俺が立ち尽くしていい立場じゃねーって思ってるよ。絶対腰抜かしてるもん、ラファエルも。昔みたいに堂々とできなくなってるからね。もうこいつに人権はないですね。あ、人権はないっていう言葉、今敏感ですからね、皆さん。気をつけてくださいね。もう余裕です。もうズガガガガガって感じで。はい、じゃあ次行きましょう。14階層ゴルフェイオスじゃないわ、君は龍雲祭か。で、龍雲祭巨山祭ゾーン、あの気をつけてほしいのは、半分切ったタイミングで2ウェイを3個組まなきゃいけないので、まあ、今回76番面なんでね、まあ、結構余裕かなと思いますが、56番面で来た際は油断するとミスります。はい、あ、ごめん、待って、今の聞かなかったことにして。2ウェイ2個で済むわ。2ウェイ2個で済みます。こいつじゃないわ、ヘキサゼオン光じゃなかったわ。それはヘキサゼオン光はね、消せない状態、何ターン ?15 ターンかなやってくるので、まあ、こいつは10ターンなので、基本的には、とりあえず大丈夫です。杖2本組むのはさすがにできる。多分ね、半分いくかも。あー、なんかすごい。あ、発狂ないんで大丈夫ですよ、こいつ。13階層の敵もそうですけど、発狂ないので、操作時間短縮来ないからな。あーでもね、次ね、ソフィー打ちたいんですよ。なので、ちょっとこう我慢してもいいですか?攻撃力ダウン来るので、こいつ半分切るタイミングで。なので、まあ、ソフィーで返すってことは、つまり操作時間も上書きされるっていう意味なので、そこはね、少し、まあ、考えながら行きましょうか。まあ、こんなもんでいいかな。ソフィー打ってからのラフィーネ打ちます、じゃあ。OK。で、消せない状態、火を10ターンされますので、そこはね、2ウェイでごまかしていきましょう。はい、じゃあ、これで、2ウェイを生かしながら突破しちゃいたいと思います。ほい。
じゃあこれで問題なく突破でボス階層いきましょう。はい、じゃあヘキサゼ温泉ですね。お、闇ありがとう。闇はね、ただの覚醒無効解除するだけなので、光だった場合はね、さっき言ったように消せない状態15ターン来るんで、そこだけちょっと厄介かな。で、必ず半分切るタイミングでソフィーを撃てるようにしとってください。じゃあここは全力で削っていきます。やば。で、たまにね操作短縮来るんで、そこは気をつけないとやばい。まあ気をつけるって言ってもどうしようもないかもしれんけど、まあカーリーとかの今光カーリー残してるんですけど、まああの辺が残ってれば何ら問題ないんじゃないかなと思うので、まあその辺をねちょっと考えながら立ち回った方がいいかもしれないですね。まあここはね、とりあえず両サイド適当に何回も抜いとれば抜けますんで、なんかそこはね何回とか難しいんですよ。言うのが左の盾は、あ、剣は、4回、右の盾は一応2回みたいなイメージかな。ここね、未だに分かってるけど説明しろって言われたらむずい。とりあえず4回ぐらい抜けば大丈夫でーすって感じで、気をつけてほしいのがまたもう1点あって、こいつはまだいいんですよ。ここはまだよくて、半分じゃないわ、何を言いたいんだ俺は。この真ん中のコアを剥がしたタイミングで、ヘキサゼオン本体になるタイミング、本体のみになるタイミングで盤面全ロックきますんで、そこで必ずロック解除の何かしらのスキルは置いといてあげてくださいね。ここはまだ大丈夫ですね。で、とりあえずまあラフィーヌ打ちましょう。まあ、今回はアテナとか、あアテナ溜まるわ。じゃあカーリー打つか。もうそのタイミングでカーリー打ちましょう。ここで全ロックきます。盤面は火がないか。まあジルエガーとも6回以上あるっしょ。まあ別にいいんだけど、ただ半分切った時に、あーでもジルでもいいな。まあカーリー打とっか、せっかくなんでね、連れてきてますからね。はい、じゃあ半分切るタイミングで必ずソフィー打ちますので、まああと5になってるんで問題ないかなと思います。まあ火力はかなり出ると思うんで、4回ぐらい殴ればいくんじゃね。うわ待って、次でいくわこれ。もう次でいくなこれ。次でいっちゃうね。ソフィー打っていっちゃいましょうか。いきましょうか。もういっちゃいそうだなこれ。まあこれでいいかな。火、水、火、光、闇、回復、大丈夫だと思います。こいつはね、何百パー、300パー割合ぐらいからの20万攻撃とか、なんかその辺だったと思う。すごいね、2発でここまで行くんだ。じゃあ4発で倒せるじゃん。で、覚醒無効からの暗闇目覚め15ターンと割合とドンなんで、なんかこれ盾必要だったか、盾いらんかった説あるけど、まあいっか。ジルレガーと、あーシアトでもいいな。シアト打とっか。シアト溜まってるんで、十字消しはまあ入れずいこっか。2パンで多分いけますんで、操作時間延長だけ打ってもらって、またね全力パンチかまします。まあロック解除はアテン君あるしね。うん、次で倒せますね。まあこんなもんでいいんじゃないかな。これで色決まったと思うし、ちょっと2ウェイとか組めてないけどね。さあこれで抜けるんじゃないかな。抜けませんね。2ウェイは組みましょう。水をくださいな。これで OK かなと思います。火、水、木、光、闇、回復で、じゃあこれで OK でしょう。じゃあこれでとどめですね。はい、ということでもう普通に道中サックサクで勝てるんで、まあもしねクリアまだしてないよーっていう方は少しでも参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。